ございます。17番タチアナ・チバエワ、ドミトリー・パラマルチク組、ウクライナ。ウクライナのペアです。タチアナ・チュバエワ、ドミトリー・パルマルチェク。このパラマンチュックはパートナーが違っててですね、はい、世界選手権、世界ジュニアでも2位だったりですね、チャンピオンだったり、それで、パートナーと一緒にシニア上がってたんですけどね、ニースで怪我して別れてから、今度新しいパートナーでやってますよね。ちょっと気になるのはそのパラマルチュクの左手の腕のところなんですけれども、もう一回サポーターをしていますね。そうですね。これは大きなミスになりましたね。どうしてもフェアの場合ですね、手首を痛めたり肘を痛めたりするケースがあるんですよね。腕っていうのはどういうケースなんですかね。このツイストはちょっと足の開きがもう一つですね。今のサルコは飛ぶ前にもう一回足をついてるんですよね、女性の方が。だからその辺がどういう風な形で見るかですね。これがトーラッソ、ワンハンドのね。ウクライナのペア、タチアナ・チュバエワ、ドミトリー・パラマルチェクでした。ソロジャンプのミスがありましたからね、その原点が、ショートプログラムの場合はね、得点に影響しますからね、はい、原点という形で出てきますから。組んで日が浅いということから、2人のユニゾンとかっていう面でもう一つかなっていうところはあるんですが、それなりにやっぱり女性の方もこなしてますよね。やっぱり男性の方はね、もともとがどっちかっていうと力のタイプで、滑りの綺麗っていう方じゃなかった、これですね、3回転なんですけれど、男性の方がもう完全にミスってしまった。これがスロージャンプですね。今テイクオフの前に片足からスリーターンを書いて飛ぶ前にもう一回足ついてるんですよね。だからそこら辺がどういうふうに見られるかなっていう部分がありますね。オリンピックイヤーっていうのは非常にタイトにこう試合が来ますから、そういう面で国内選手権も含めてそのコンディショニングをどうしてくるかっていうのは大変なことだと思うんですよね。そうでしょうね。で、1人でも大変なところ、2人で滑りますからね、余計そういう面がね、どういうふうに影響するかっていうのがありますね。減点が出るっていうことで
多少この順番の部分にはまあ影響してきますからね、はい、まあ、本来の自分らの力が出せなかったということで、まあ、2人ともあんまりいい顔っていうわけにはいかないですね。そうですね、なかなかうまい名前をつけましたよね。ここを待ってるとこキス&クライっていうね、本当そうですね。得点が出ました。エレメンツの得点下が 4.3 です。上は 4.9 までです。5点台には届きませんでした。そしてプレゼンテーション下が 4.6、 上は 5.0 が出ています。本人たちとすればね、やっぱり力を出しきれなかったんで、もう一つだったっていう。